皆さんこんにちは、イローガニックです。今日は iHub 購入品紹介を久しぶりになりたいんですけれども、 iHub がやっぱりずっと価格高騰の世界情勢の影響を受けてかなり高い高いで、ちょっと私も本当に買う頻度がだいぶ減っていて、動画のね再生数もかなり落ちた感じがするから、 iHub 離れっていうか、もう高いからあんまり買わなくなっちゃったっていう方が多いんじゃないかなって私自身も思ってるし、私もそうで、もうあんまり iHub 開く回数自体がすっごい減っちゃったっていう感じで、まあ、モチベーションがちょっと下がっちゃってて、買ったのが一箱ずっと置きっぱなしで動画撮らなきゃな、でもなめんどくさいな、もう誰も iHub の動画見たくないんじゃないって思ってるぐらいだったんですけど、インスタの方でちょっとどうですか iHub の動画って質問したところ、 iHub の動画楽しみにしてますっていう声を結構いただいたので、じゃあ細々とでも続けていこうっていうことで、今日は久しぶりに iHub の動画を撮ってます。私も買ったのが結構前で、撮らなきゃ撮らなきゃと思って置きっぱなしにしてたので、何を思ってどれを買ったんだったかなっていうのが、久しぶりにちょっとどうだったかなっていう感じではあるんですが、始めます。最初はこちらです。じゃじゃーん。タイガーバームを買いました。私人生で初タイガーバームなんですよ。だからタイガーバームの種類とかいろんなことちょっとわからないんですけど、あ、タイガーバームがあると思って使ってみたかったんだよねと思って買いました。基本的には筋肉痛とか頭痛とか肩こりとかかな、まあ、私は肩こりかな、使うとしたら。息子が今ね太鼓の頑張りすぎで腕がこう腱鞘炎ですっごい悪くなっちゃって病院にも行ってるんですけど、そういうのにもいいのかなって思って買いました。かわいい、めっちゃ可愛いんですね、タイガーバームって。一家に一個タイガーバームみたいなご家庭もあるんだと思うんですけども、うわもうめっちゃ匂いする。かわいい、ご覧ください、すんごい匂いがもうめっちゃしてるけど、いい匂い。なんかレビューにコーラとシナモンみたいって書かれて、本当にコーラとシナモンの匂い。これはなんか赤のレッドストレングスタイプっていうので温感作用があるみたいです。スースー系と温感系とあるのかな、多分塗ったら湿布みたいな感じです。ちょっと息子と使っていこうと思います。パッケージとにかく可愛い。次はこちらです。エコスのディッシュソープ、食器洗い洗剤ですね。結構大きいタイプなので、あと環境に優しくて成分もとってもナチュラルですよっていうもので、香りの展開が4つあって、これねアーモンドなんですよ。それがアーモンドとか珍しいと思って買ったんです。アーモンド、アプリコット、グレープフルーツ、ラベンダーの4つありました。これは多分ね漏れてた気がする。あー、ほんとや、アーモンド、杏仁の匂いがします。杏仁フレーバーって感じ、いいですね。これはすごい嬉しい。 0.95kg で1060円ぐらいで、結構レビューを読んでても泡立ちもいいし、しっかり汚れも落ちるし、泡切れもいいっていう声が多かったので買ってみました。次はこちらです。これはねちょっと使ってみて、お、私ちょっと合わないかって思ってるんですけど、これすごい人気ですよね。ピュアマグネシウムオイルスプレー、マグネシウムのスプレーで、やっぱりこれも筋肉痛とか頭痛であるとか、体の筋肉の痛みとかに対してとか、こうリラックス目的でとかで使ってる方が多くって、すごく人気のアイテムなんだけれども、今まで買ったことがなかったっていう感じだったので興味津々で買ってみようと思ったんですけど、これは1300円ぐらい、もう金額が気になっちゃう。1回だけなんですけど、まあ、ある日足にシュ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 ってしたんで、なんかめっちゃ痒くなっちゃって、痒いみたいな、こんなことありますかって感じだったんですよ。だから教えてほしい、このマグネシウムスプレーの知識がないので。私はめちゃくちゃ痒かった。でもこれをこう頭皮にすると安眠できるっていう方もレビューにはいらしたし、やっぱその痛みを取ったりする時にいいとか、使いこなしたいけど、足にシュッシュってやったら床にもシュッシュってかかっちゃうじゃないですか。床テカテカになっちゃって拭くのがちょっと面倒でした。これに関してはだからね、ちょっと視聴者様に教えていただこうと思って、コメント欄でぜひ教えてくださいっていう感じです。はい、次はこちらです。ヨギティーを2種類買いました。ハニーラベンダーストレスリリーフとスイートクレメンタインストレスサポートストレス感じてたのかな、ストレスの2つ買ってますね。 USD オーガニックで B コーポレーションも取ってますし、ビーガンで、ノン GMO でいいと思う。なんでこのストレスが溜まってたんだと思います。
食べ物とかあれとか純不動でごめんなさい。同じシリーズの別のは買ったことあるんですけど、シリーズとしてはいろいろ買ってる。目薬ですね、これすっごい好きで、シミラさん成分もすごくナチュラルだし使い心地も良くて、今回はコンプリートアイリリーフかな、綺麗な景色が見えるようにっていうタイトルがついてますけど、私ドライアイなので朝起きた時に目がカスカスにパッキパキに乾燥しすぎてて、目開けるのがみたいな、もうみたいな感じで、もうすんごい目が痛いぐらい目が乾燥してるんですよ、朝起きた時。だから目薬をダバ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 って入れて目開けるんですよだから目薬は朝起きた瞬間が一番使いたいっていう感じなんですけど、みんなどうなんだろう。 100% 天然の有用成分で作られてますっていうことです。でこれは前もご紹介したんですけど、ここは瓶になっていて、ここが柔らかいシリコンみたいな感じになってて、こうピュッてするみたいな感じの、ここでピュッピュするっていう目薬です。これは私すっごいね、本当に使い心地も見た目も内容も全部すごい好きなので、このシミラさんの目薬おすすめです。次はこちらです。コットンのオーガニックか分かんなくて、ちょっとどうなんって思いながらなんですけど、ナプキンとライナーを買いました。オーガニックじゃないのって思うような、天然 100% コットンですみたいな紹介しかないんですけど、ここにはオーガニックコットンってはっきり書いてるんですよ。コットンズオーガニックっていう名前でもあるし、ここにもオーガニックコットンって書いてるし、裏にも 100% オーガニックコットンって書いてるから、レビューにはオーガニックじゃなさそうだけどって書いてるけど、いやこのパッケージを見る限りは多分、いやオーガニックコットンだと思うって感じだし、ナプキンもすごい高くなってるじゃないですか。だからね、日本のオーガニックナプキンを薬局とかで買うことが増えたんですけども、私吸水ショーツも使ってるので、ナプキンを購入する量自体は昔よりは減ったなって感じなんですけど、やっぱりナプキンあった方がいいシーンが全然普通にあるし、吸水ショーツのみではちょっと大変だなって思ってるんですので、これはね金額的に買いやすかったんだよ。オーガニックコットンで多分金額的に、あこれはまだ現実的と思った。14枚で706円です。これさ、十数枚で千何百円ですみたいな感じになってきた、バカなんじゃないのみたいな気がするから600円ぐらいだったのかもしれない、私が買った時は分かんないですけど、今アイハブで売ってるオーガニックコットンナプキンの中では一番買いやすい感じなんじゃないかなって思った感じだった気がします。あ、いいんじゃないかな、どうやろう、使ってみないとちょっと分かんない、使うと毛羽立っちゃう系かもしれないぐらいの繊細そうな表面ではあるかなって感じがします。あとめっちゃ薄い、ちょっと使ってみます。まあ、気になる方は見てみてください。パッケージはすごい可愛いと思う。ライナーはなんかもう普通って感じですね。ライナーもオーガニックコットンって書いてます。24枚で653円、まあ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 、普通って感じです。薄みたいな、可愛いしね。ポテトチップスを2つ買いました。でこれちょっとお腹空いて開けて食べちゃった、一昨日くらいにちょっと食べたんですけど、これはふさげんなみたいな金額、ポテトチップス1個が772円、頭おかしいんじゃないのみたいな普通に美味しかったんですよ、あれみたい。普通に日本のこういう系のって何、あのプリングルスとかチップスターとかああいうのと、もう遜色ない、もう普通に美味しい美味しいって感じでした。味は熟成ホワイトチェダーと、こっちオリジナルと、アウトバックバーベキューっていうのと、シーソルトビネガーと、サワークリーム&玉ねぎっていうちょっと酸っぱい系とかね、5種類味があるんですけど、体にも環境に優しく美味しい製品、 RSPPO 認定済みの持続可能なパーム油混合グルテンフリー認定っていうことなので、グルテンフリーがいいし、環境とかにも配慮されてるのとかもいいなとか、ちょっと安心安全なのがいいなっていう方はいいかもしれないけど、やっぱりこういうお菓子に1個770、もう800円ってことでしょ、1個が。もう私は多分正直に言えば買わないです。美味しいけどね、もうお金もったいない、買わないと思った。でも美味しかった。これはもういつものリピート品なんですけれども、ヘイミッシュのマスカラがなくなったので買いました。そういえば私気に入ってたウェットワイルドの茶色いアイライナーをうっかり蓋が外れたまま放置していて、カスカスになってたんですよ、さっきメイクしようと思ったらってなって、だからまた買わなきゃいけないから、次のアイハーブも買わなきゃいけない。でこっちはエルフのまつげと眉毛用のセラムです。新製品かな、買ってみました。まあ、こういう感じですね。これが573円、
みんなに優しいエルフ、これは1300円だから割と安いまま、ちょっと上がってるけど安いままだから、なんかお値段据え置きのままいてくれてる商品っていうのも意外に結構ありますよね。でアホみたいに上げてきてるやんっていうのも結構ありますよね。だからなんか見極めながら買うしかないって、私多分今日買ったのはポテトチップス以外は割と金額抑えめのが多いかなって思います。前回とかもそう、なんか私本当にもうタッカーみたいなやつ買ってないと思う。自分がリピートしてるもので高くなったものは買わなくなってると思うので、これ見てくださいこれねこうやってね髪の毛にぐるぐるぐるって寝る時とかに巻きつけて、朝起きたらこんな風にカーリーヘアが完成してるよみたいな、インスタのショートとかで結構流れてくるから、外国の方がやってるのを、え、売ってるやんと思って、これいくらしたかな、2035円。シュシュが2つついていて、まあ、色はね可愛いんですけど、まあ、なんかめっちゃポリエステルみたいな感じでぐるぐるぐるって巻いて寝てみたんですよ。朝外したら、私今髪このぐらいまであるんですけど、もうなんか上の方は確かこうな流れたかもしれないけど、もう毛先だけがクリ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 ってなって、これのうまい使い方を誰か教えてくださいっていうぐらい、一回使ってもう嫌気がさして段ボールにポイって入れてました。こんなものに2000円も使った、本当にバカみたい。中に針金みたいのが入ってて、ほらで綿があって、ただそれだけだから。だって海外の人たちがやってるの見たらすっごくうまくいってたんだもん。みんなこうやってなんか超ウェービーヘアみたいのになってたら全然ならなかった。最後です。買ったこと食べたことある方多いんじゃないかなと思うんですけど、私初めてなんですよ実は。フラップジャックドのマイティーマフィン with プロバイオティクス、プロテイン入りのマフィンカップですね。こっちがチョコレートピーナッツバターで、こっちがダブルチョコレートです。あとレモンクリーム味とかバナナとかもあったよ。1個446円。もうね、高くない？こんなの2、300円でよくないって感じするんですけど、別にオーガニックとかでもないですよね。50g ぐらいのお水を入れて、600ワットで1分半とかでうまくいくよって書いてた。ちょっと作ってみます。私はダブルチョコレートの方を食べようと思うので、ピーナッツバターの方を息子にあげようと思ってます。粉！ほら！うわっ！危な！で、ここに50のお水を入れて、混ぜて、あーなんかホットケーキとか作る時ぐらいのドロドロ感になった。あ、チョコチップが入ってるの、ボロボロ入ってるチョコチップ。600W で1分半。膨らんでるんだけど、熱っ、湯気がほわほわ出てる。あ、すごい。こんなのもうみんな知ってるよ、やってるよって感じかもしれないけど、感動。あっち、あっち、すごい熱いんですけど、うん、美味しいです。美味しいけど、あ、なんか結構さっぱり、でもさっぱりな感じで、小映えがいる。甘ったるくないから逆にめっちゃ美味しいかも。パンみたいかも。チョコパンみたいな。蒸しパンみたいに甘くない。でも、あ、食感は蒸しパンかも。でも蒸しパンみたいに甘くない。ああ。いいやん。もうちょっと値段落ち着いてほしい。300円台とか。え、これってもともと500円ぐらいのものだったの？前チェックしといたらよかった。300円ぐらいとかだったら常備しといて、子供がちょっとお腹空いたって言ったとか、一食食べるほどじゃないけど、なんか食べたいんだよねっていう時良さそうな気がする。朝ごはんとかにも良さそう。今回のアイハーブはこれで終わりです。いかがでしたでしょうか？だいぶゆるい感じなんだとなっちゃってると思うんですけど、たくさんの製品をバーって説明する方が皆さん喜んでくださるかなと思って結構頑張ってたけど、もうゆっくりやる方が結局いいのかなみたいな気持ちに今なってて、今日はもう全く早口テンションじゃなく、いつも通りの自分でやりました。
ほんとすごい緩い動画になっちゃってるけど、なんか iHerb こういう感じでもいいんですかね。なんかもうほんとごめんなさい、わかんなくなっちゃってるので、またコメントください。はい、ありがとうございました。